まあ、私たちが子育て中で、まあ、主婦で、まあ、仕事もこういうライターのデザインをやっているっていう、まあ、普通の主婦ですね。でそれで自分たちもあのこういう食の情報とかこだわったようなあのいろんな手間暇をかけた食とかを情報をすごく知りたかったんですね、一主婦として。やっぱこう生産をする方っていうのはやっぱりもう本当にもう実直なお仕事をされてて、量産はできられないんですよね、うん、なので本当はもっと PR をしたいんだけどその手間がかけれないっていう方々にたくさん会ってきたので、うん、じゃあそれを私たちがやれたらいいねって、うん、自家製天然酵母パン屋のアーシーキッチンさんを紹介します。美味しさを通り越した手作りの良さっていう。これがなんか魔法をかけてるみたいで私は好きなんですけど。ごまを焙煎してそれをペーストにすることがやっぱり美味しさの秘訣だと思います。その一つ手間暇かけることで一段とごま豆腐が美味しくなると思います。手間と暇をかけたお店や人、物を紹介するのが私たちの仕事です。どうぞ佐世保に遊びに来て